はい、それじゃあ、次の話を始めます。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。ヤプシー、これ、多分最後のここの教室は最後のセッションなので、さっき言ったようにこれ今日帰ったらちょっとブログとか書いていただけると、僕も だいぶ嬉しいですし、あとベスト東京もしよかったら投票してくださいっていうのを一応言っておきます。で、じゃあ始めさせていただきたいと思います。趣味開発のためのクラウド VPS 活用術という名前でさせていただきます。で、ちょっと一応とりあえず自己紹介ですね。マッキーアンスコダブルもしくはマコビーって名前でやっていて、なんかさっきヤプシー のトークのリストを見たら、なんか今ちょっとふざけてファッションポエムって名前にしていて、それがなんかそのままファッションポエムってなってて、あ、なんか僕わかるかなみたいな感じになったんですけど、マコビーって名前でやってます。で、面白法人カカヤクっていう会社で今サーバーサイドエンジニアで、ソーシャルゲームの開発やってます。で、今やってるゲームは事前登録受付中なので、そろそろリリースすると思うので、こういうやつなんですけれど、皆さん、甲子園ポケットって検索すると多分出てくるはずなので、やってほしいなと思います。で、あと、弊社今、みんな人事部ってことになってるんで、全社に人事部ってことになってるんで、僕も人事部らしいんですけれど、興味がある方は、この後ハブとか、捕まえて聞いていただければなと思います。で、今日話すことなんですけれど、結構風呂敷広げてトークリストには書いちゃったんですけれど、とりあえず20分なんでこの重点を置いて、VPS クラウドサービス比較して、ベンチとか取ったりだとか、あと値段だったりとか、あと長所短所みたいなことを話していきます。で、あと、自宅サーバーを使う理由みたいなのをちょっと個人的に考えてみて、こういう時は自宅サーバーあった方がいいよねとか、そういうのをちょっと話したいなと思います。あと、ラズベリーパイ、僕も昨日のセッションで、一番初めのセッションも話したんですけれど、ハードウェアみたいなの興味があって、ラズベリーパイも持ってるんで、ラズベリーパイをサーバーとして使うっていうのはどういうことなのかみたいな話も、ちょこっと時間が余ったらやりたいなと思っています。はい、あと、注意点です。この発表には独断と偏見がかなり含まれているので、この後ハブとかで僕を倒してください。で、倒すっていうのは論破とかそういう感じでお願いします。で、あと、一つ注意、ここから始まりですね。なぜパーズの話をしないかっていうのをちょっと、とりあえず一応話しておこうかなと思っていて、大体僕の趣味で、インフラから構築するのが結構好きで、あと、パーズって、パールが、一応ヤプシーなんで、ね、パールが動くドッパーズは結構限られていて、あとドットクラウドだとかヘロックはビルドパックっていうのを使えば、パールは動くんですけど、あとオープンシフトっていうレッドハットがやってるクラウドサービスがあって、これでもドットパールなんですよね。そんな感じで、パーズは限られていて、あとパーズは割高なことが多いなっていうのがあって、ちょっと結構この話スライドには値段のことが結構書かれていて、趣味でやるにはちょっと高いなみたいな、そういうのも考えているので、割高なところはちょっと避けたいなと思っています。はい、今回話題に挙げるサービスちょっと並べてみたんですけど、上から AWS、Amazon Web Service だったり、 Google クラウドプラットフォームだったり、あと、桜インターネットの桜 VPS ですねだったり、あと、デジタルオーシャン、あともしかしたら皆さん知らないかもしれないですけど、バルチャーっていうサービスが、VPS サービスがあって、これ結構僕はハードに使っていて、このスライダーもなんかよく見返したらなんかバルチャー推しみたいになっちゃってるんですけれど、そこはちょっと置いといて、こんな感じで上げます。あと、ライノードっていうのがさ、VPS サービスがあって、あと宮川さん、さっきパールあるあるとかで登壇された宮川さんが結構使ってらっしゃったりするんですけれど、その他 VPS サービスが、使ってないからで、そういう方はちょっと、こういうのもあるよっていうのを僕に教えてください。で、いいじゃんってなって、いろいろバルチャーだったら、バルチャーはうずらさんって方がいて、うずらさんから教えてもらって、それで僕がいいじゃんってなって、結構Go バルチャーっていうコマンドから扱うツールとか作ったりしたので、そういういいじゃんってなったら僕がいっぱい宣伝したりとか使い倒すので、ハブで僕を倒して教えてください。はい、とりあえず各インスタンス立ち上げてみてベンチを取ってみました。で、各サービスのスペックは、スペックっていうかインスタンスの種類ですね。大体個人で使うのはここだろうみたいなのを僕の独断と偏見で見てます。AWS は、T2 マイクロって最近出た T2 系のインスタンスがあって、こいつは1ヶ月 15.60 ドル、これ GP2
GP2 っていうディスクが SSD のディスクがあって、それをくっつけた時に、まあ、このぐらい値段になるらしいです。あのカリキュレーターっていう計算機が AWS にあるんで、それで計算してみました。で、なんか米印みたいなのがついているのは、AWS って転送量課金っていうのがあって、使えあの転送量を使えば使うほどどん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 課金額が上がっていくんですよね。だからこの額に収まらないので一応米印に作ってます。で、あと Google コンピュータエンジンだと、ちょ書いてないですね、F1 マイクロっていう一番小さいインスタンスを使ってみました。で、7.4、その場合は 7.48 ドル、まあ、700円台、日本円にすると。で、まあ、月なんですけど、これも米印注釈があって、こいつも転送料課金があります。で、かつ、7.48 ドルになるのは1ヶ月ずっと使い続けた場合です。で、ちょっと使ってあといいやみたいな感じで捨てちゃうともっと、ね、値段は上がります。あの時間あたりの値段は上がります。GC は後にも話すんですけれど、ちょっと特徴的で、1ヶ月以内で、何パーセント使ったら課金額、時間あたりの課金額が下がるっていうシステムがあって、まあ、それだと、まあ、こう1ヶ月使い続けると 7.48 ドルになるっていう計算です。で、あと、まあ、日本のサービスなんですが、桜 VPS、 こいつだと、一番小さい、1GB メモリのインスタンスで934円、税抜きで、月ですね。円だから分かりやすいですね。あとデジタルオーシャンっていうサービス、 VPS サービスがあって、これは一番下のスペックの、5ドルのやつを使いました。で、あとバルチャーも一番下のインスタンスで5ドルのやつを使いました。まあ、この辺横並びなんですよね。で、あと時間、多分20分ですよね。20分だから、時間がないのでサービスの特徴は結果に含めていきます。で、さていくで、いきなり復元した T2 マイクロっていうことで、スコア100、まあこれが基準だと思ってください。1839っていうのがユニックスベンチを取った場合のスコアです。で、これ、デビアンの、全部デビアン使ってます。まあ僕の趣味ですけどね。今まで T2 マイクロっていうインスタンスは、最近出たインスタンスで、まあそれまで、一番下のインスタンスっていうのは T1 マイクロってやつだったんですよね。まあそれを結構しょぼかったんですよね。あの、スティールって言って、いきなり、あの、こう上からの命令で CPU 使うなって命令が来たりだとか、あと、それですごく効率が下がったりだとか、なのに、でも1000円超えちゃうっていう割高な感じだったんですよね。でも今なら T2 マイクロは特徴的なシステム、この次のスライドで説明するんですけど、あって、それを考えると結構いいなって思い始めてきました。なので、まあ、こんな感じで結構 VPS とクラウド関連は、まあ、月々いろんな、なんか情報がバンバン出てきて安くなったり性能が上がったりだとかすると思うので、まあ、あのこれは2014年の8月現在の情報だというのをちょっと踏まえてください。で、僕が思うに、あの常時起動じゃなくて都度起動用途っていうのは、AWS は、まあ、ずっと使い続けると1000円を超えてしまうので、これは1時間単位で課金、あの1時間単位でこうバン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 立ち上げる、まあ、AWS は当然あの API で起動ができて、まあ、そこそこ早く立ち上がってくれるので、まあ、そんな感じで、まあ、必要な時に立ち上げるみたいな用途にいいかなと思ってます。で、あと AWS のサービスは個人的に有用なものが多くて、まあ、あの DNS のルート58だったりだとか、S3 だったり、 S3 はあのサーバーなしで静的ファイルのホスティングができるので、まあ、こういうところで連携を考えると AWS の中にいる方が、転送料課金が、リージョン内だったらただなので、それでいいなって思います。はい、次、T2 系インスタンスのバーストっていうのがあって、 T2 マイクロと T2 スモールと T2 ミディアまであったと思うんですけれど、まあ、そういうのインスタンスはバーストっていうシステムがあります。で、T2 系のインスタンスは性能がバーストっていうのは、一時的に能力がバーンって上がるんですね。あのベンチ取ってると、さっきのこの1839っていうスコアは、まあ、そのバーストした時のずっとバーストしてるんですよ、このあのベンチ取ってる間は。で、確か 10% だったと思うんですけど、 10%、時間の 1日につき 10% だったと思うんですけど、それを使い切っちゃうといきなりバンって下がっちゃうんですよね、普通の能力になってしまう。でもそういうのって結構ウェブサービスで多くて、例えばお昼時しか使わないよみたいなサービスだったりとか、あとバッチサーバー、クローンで何か重たい処理をあの夜中だけに走らせるとか、そういう時にバーストっていうシステムは有用で、しかも、使ってないと貯金がどんどん溜まっていくんですよね。貯金というか、あのバーストを使ってないと、この日はバースト使わなかったから次に繰り越しみたいな感じになっていくんですよね。
そういうシステムがあるので、まあそういうバッチサーバーだったりだとか、まあ、定期的に何かやるよとか需要が予測しやすいサービスだったり何かサーバーが欲しいなって思った時は、T2 系のインスタンスを使うと便利かなと思います。まあ、ここまでは個人でも結構有用だと思いました。はい、次 GC Google コンピュータエンジンの F1 マイクロ結構スコアが小さいんですよね。で、あと、まあ、あと個人ではあまり使えないっていうか、まあ、個人的にっていうのも独断と偏見なんですけど、ロードバランサーって GC は結構ロードバランサーっていう、まあリクエストがいっぱい来た時にサーバーを振り分ける機能っていうのが、これは AWS にもあるんですけれど、イラスティックロードバランサーっていうのがあって、でもそれよりも結構高性能で、いきなりバンってなんか1秒間にすごいバンって来たとしてもなんとか耐えられるロードバランサーが GC にはあるんですけれど、まあそこまでのサービスするぐらいだったらお金になるし、まあ、個人ではやんないよなっていうことで、まあ、あんま使わないかな。あとビッグクエリーっていういくらでもなんかデータを貯めておいてそれを検索できるっていうサービスもあるんですけれど、まあそこまでのデータを扱わないよなって思って、まあビッグクエリーもすごいんだけれどあんま使わないから、まあ、GC は個人的にはそんなに魅力じゃないかなと思います。ただ Google はどっか今日の朝のセッションで風黒さんがやってたと思うんですけれど、ドッカー対応をやるっていう話をしていて、今ベータ多分限定ベータ版になってると思うんですけれど、まあそのドッカー対応をすれば、まあそれをサーバーとしてアップエンジンのサーバーとして使えるので、まあそういう感じでパーツ的にパールを使ったりだとか、まあ、好きなサーバーを立てたりっていうのが便利になってくるので、そうなると結構期待できる GC は期待できるなと思います。で、さっき言った特徴的な1ヶ月使い続けると安くなるシステムがあるので、まあ、これぐらいのスペックでいいし、まあ、Google だから安心だなっていう時は、まあ、使えばいいかなと思います。はい、普段使いではバルチャー 768MB っていうインスタンスがあって、一番下のやつですね、スコア結構出てなんか間違いじゃないかなと思って多分家帰ってもう一回調べます。で、さっきちょっと本当にびっくりして、これこんな出たのみたいな。で、バルチャーっていう結構そんな日本では知られてないサービスがあるんですけれど、お手軽だし安いしそこそこ早いみたいな話で、これが5ドルですね、1ヶ月で、だいたいなんか さっき、インスタンス立ち上げて、ベンチ取ってみたんですけど、その時は 0.01 ドルの課金で済みました。なので1円ですね、約で、最新 OS が結構いち早く試せるっていうのがあって、この前先頭 OS7 が出たと思うんですけれど、それの3日後ぐらいにもうすでにデフォルトの OS 選択のところに追加されていて、わすげえなって思って、 Ubuntu も同様でした。で、知らないうちに結構機能が今もう発展中のサービスで、まあ、昔はなんか足りないなとか思ってたんですけど、最近スタートアップスクリプトっていう、セットアップした後にこのシェルスクリプトを走らせてくれっていう機能がついたりだとか、あとスナップショット機能だったりだとか、まあ、そういう機能がどんどん追加されていて、さっき見て初めて気づいたのがプライベートネットワークイネーブルみたいなの追加されていて、まあ、それだと外に出ないような、まあ、セキュアなネットワークでできるよっていうのが追加されていて、結構見どころがあるサービスです。あとめちゃくちゃ特徴的とか他のサービスにはあんまないんですけれど、サクナにあるんですけれど、 CD インストールっていう機能が、 CD インストールと PXA ブートっていう機能があって、まあ、他のサービスだと、まあ、この OS を使ってくれっていうのがリストにバーって並んでいて、まあ、立ち上げるときにこれ使ってって言って立ち上げると思うんですけれど、バルチャーの場合そのデフォルトのリストはあるんですけれど、それとは別で、CD インストール CD を選択してそれを立ち上げるみたいなこともできます。まあ、これで僕は、最近だと CoreOS を結構使っていて、 CoreOS はデフォルトのリストに入ってないんですけれど、まあ、それで立ち上げたりとかしてます。あと、最後に東京リージョン結構でかいですけれど、この後話す、デジタルオーシャンとかはこれがなくて、例えば、リージョンがカリフォルニアアメリカしかないとなると、その太平洋を一回横断しないといけないんですよね。で、作業するとき大抵 SSH とか入ってやると思うんですけれど、文字が返ってくるのが遅い。そうなるとリージョンが遠くにあるとだんだんイライラしてきて、まあ、趣味開発でもちょっと辛いなって思うので、まあ、東京リージョンなどで近い日本のリージョンがある場合は便利です。そうですね。で、次、デジタルオーシャンですね。デジタルオーシャンはスコアはそこそこで、値段はだいたい一緒で、スペックはちょっとバルチャーより低いですけれど、ベグラントと連携できるのが最高で、例えば、普通にベグラント使うと、VMware とか、あの辺のバーチャルボックスだったりが立ち上がって、それでこう CPU がどんどん使われていって、ローカルのマシンの。で、ブン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 、
MacBook が生まれ始めると思うんですけれど、いや、あのファンが生まれ始めると思うんですけれど、そういうのをあの同じベイグラントを使ってるはずなのに、まあ、遠くにやれるっていうのは結構便利なことで、まあ、手元がうるさいと本当に集中できないんで、まあ、僕はまあちょっと神経質なんで、そういう感じであのベイグラント連携があるのは最高です。でただし一番近いのがシンガポールリージョンしかなくて、まあこれまあ、シンガポールでもそこそこ早いっちゃ早いんですけれど、まあいいかなと思います。はい、次、まあ、あと使ってる人が多いかなと思われていて、結構あのデジタルオーシャン使ってみたよっていう記事が多いから、まあ、安心かなと思います。はい、まあ、ここまでちょっとやってきて疑問で、あのところでなんで僕はあのこんなにサーバーバン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 立ててるのかなって、ちょっとこのスライドを思って思って、これちょっと異常じゃないかなと思って、であの普段の用途何に使ってるかっていうと、なんか結構僕自作でミドルウェア使ってみたりとか、流行ってるミドルウェアどっかだったりだとか、そういうの使ってみたりとかしていて、でもそれをやっていると、Mac がブン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 なるのがめちゃくちゃ気に食わなくて、あのそんなにサービスは使ってないんですよね。まあサービス作ってたりはしないんですよね。だからまあこうサーバーを立てたり下ろしたり立てたり下ろしたり、サービスを作っていたら立てたら立ちっぱなしだと思うんですけれど、試すために立ててるからこの辺上げたり下げたりしてるっていう感じですね。で、まあ最近作ってるミドルウェアでカイパーベルトっていうのを僕作ってるんですけれど、こいつは API をあの API が2個ぐらいあって、コネクトで叩くと HTTP のストリーミングが貼れて、それとは別の、Send っていうあの API を叩くと、そいつにあの指定して送れるっていう、ストリームでバン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 、ストリームだからつなぎっぱなしですね、で送れるっていうミドルウェアで、まあ、パールと、まあ、これ合成なんですけど、パールの、あのやつとアプリケーションと連携してやろう作るために作ったんですけど、こいつはあのブロードキャストっていう機能があって、全部のつながってる、コネクトで全部つながってるやつ、あのノードに全部配信するっていう機能があって、こいつのネットワーク待機の増幅率がやばくて、まあ、単体 の, あの自分の手元のやつだと性能が測れないんですよね。だからまあこういう感じでやってます。で、あとだから転送料の話が出たんで、まあ、ネットワークの課金体系ちょっとまとめてみたんですけど、使った分だけ払う税と上限までは OK 税と無制限税があって、まあ、こんな感じで分けてみたのは問題、あの一つ気にかけるべきことがあって、さっき言ったようにあの転送量が多いサービスをやったりとかすると、動画配信だとかスクレーピングして XML ドカンって落としてたり、 Wikipedia の、 あの XML って配布されてるんですけれど、それがなんかギガバイトクラスで、それも定期的にやっちゃうと転送量あの半端ないことになってしまうと、あとアップロードだったりとか、そういうのがあって、それであの Google とか、AWS とかやってると、まあ、 あの個人でも破産しちゃうんで、ちょっとそこら辺は気をつけたいなと思って、そういう時に使うべきなのが Sakura VPS で、スコアはそこそこ出て、もちろん業務では AWS の S3 だったりとか、クラウドフロントだったりとか使い分けると思うんですけれど、まあ、課金額が見え、あの、AWS とか課金額が見えないので、趣味がやる分にはちょっと本当にあの、クレジットカード破産してしまうので、辛いなと思います。なので、Sakura VPS はあの無制限なので、まあ、本家でもそういう用途をしてるらしい、本家でもそういう用途を紹介してるらしいので、まあ、やったらいいと思います。で、Sakura VPS なんですけど、立てるのが API、他の、サービスは立てるのが API でできるんですけど、こいつはできなくて申し込んで、で、ちょっと立ったらなんか、立てたよって来て、で、それに SSH でアクセスするみたいな感じになっていて、あと、他のやつは1時間、大体1時間単位だったり、GCE だとあの15分単位だったりするんですけれど、課金がそんな感じなんですよね。だから、常時起動であのデータを置くとこも使えばいいかなと思います。はい、今時間ってどうですか？はい、で VPS は起動が遅いんで、まあ、常時立てておくっていう案があって、まあ、メリットは、まあ、お金が余計にかからない、まあ、1つだけなので、あ違うな、どっかか、これ置いとこう、ちょっとスキップします。で、バルチャーに CoreOS を乗っけるっていうのが、あの CoreOS の、サイトに載っていて、まあ、こういう方法を使えば、CoreOS は、まあ、Docker 前提で運用するOS なので、まあ早立ち上がりも早いし、まあこれに対してまあ、その上にデビアを乗っけたりとかすることもできるので、まあ、使えばいいかなと思います。もう一つ提案でレシピを持つっていうのがあって、個人でも、いちいちやむとかアプトとかが入ってやってられないんで、シェフとかアンシボーとかシェルスクリプトでもいいから自分のレシピを用意しておけばいいと思います。
で、バルチャーで僕がやってるのは、スタートアップスクリプツっていうのが、仕組みはさっき紹介したと思うんですけど、公開鍵の流し込みが、バルチャーはデフォルトではできないので、これは手動でやると。GitHub の、ユーザー名にドットキーズをつけると、HTTP で公開鍵を落としてくれるんで、そこから取ってくる。で、よく使う系のモジュールで、ビルドエッセンシャルだったりとか、もしこれ、デビアの例です。Tmax だったりとか、Vim だったりとか、あと GitHub のドットファイルスから、なんとか RC を読み込む。はい、で、まあ、今の時代に自宅サーバーの意味っていうのをやったんですけど、まあ、普通に何か実験をやるには VPS とか頼った方がよくて、ただ自宅サーバー落ちる、なんか持ったりすると、まあ、雷が落ちて物も飛んだりだとか、まあ、これ僕経験してるんですけれど、あと引っ越しとかしにくくなって、まあ、これどうやって持ってくのみたいなのがあって、電気代もバカにならないと。さっきなんか昨日モズニオンって人が録画サーバーとか作ってるんですけど、まあ、終了、はい、はい、なので、まあ、そんな感じで、まあ、まとめっていう、そうですね、各種使い分けて、まあ、自宅クラウドで、まあ、ラズパイの話もあったんですけども、これ後で出します。以上です。ありがとうございました。